はいどうも、鈴木悟です。今週も始まりました Take it easy チャンネル。今回はですね、メッセージをいただいている中からイムチビン選手と高木健太選手のパンチはどうでしたかというものがございましたので、今回はイムチビン選手と高木健太選手についてお話ししていきたいと思います。それではどうぞ。はい、イムチビン選手と高木健太選手についてということなんですけども、まずはイムチビン選手からお話していきたいと思います。イムチビン選手は韓国人のキックボクサーで、ちょっと団体を忘れてしまったんですけども、世界チャンピオンになった選手ですよね。そして確かテコンドーでも世界王者になってたような気がします。ちょっと定かじゃないです。そして私がまだ K1 に出ていた頃に、韓国で行われた K1 の試合に出場した時にイムチビン選手と戦いました。日本で開催された K1 にも出ていたので知ってはいたのですけども、強い選手だという印象でした。そして韓国で戦ったわけですけども、結果は私の3ラウンド TKO 負けとなりました。戦った印象なんですけども、パンチは多少打ってきてはいたんですけども、とにかくキックの多い選手でした。そのパンチも大したことはなかったので、もっとパンチを出しててくれれば私にもチャンスはあったのかなと思います。またタラレバの話です。そしてとにかく蹴られたなという印象だったんですけども、どういう展開だったかというと、私が構えとしてすごく半身に構えて、このくらいこのくらい右側を向きながら構える構えを取っていたので、左ミドルキックとか左ローキックをめちゃくちゃ蹴られました。右側を向いてしまっていて左のキックを蹴られると、全てこう正面からキックが入ってくる感じなんですよね。押してこっちからキックが来る感じなので、真正面から全部キックを受けてしまっていて、足とかも同じように正面から受けてしまっていて、ダメージが溜まってしまって負けてしまったような感じですね。ほんと左だけで3発4発とかミドルキックを叩き込んできて、腕とかもう結構やばくなってて、あ、これミットでやるやつじゃんっていう、こうバン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 受けるやつ、レンゲリするやつを試合でしこたま蹴られました、というのがイムチビン選手の印象でしたね。ということでパンチの印象はほぼないです。続いて高木健太選手のお話なんですけども、高木健太選手とは私が J ネットワークの大会に出場した時に戦いました。そして高木健太選手は総合格闘家として活動していたにもかかわらず、キックボクシングルールの試合で私と対戦しました。結果は私の1ラウンド KO 負けでした。展開としては、試合が始まって様子見をしている時に、もちろんローキックを蹴ってくるんですけども、そのローキックが今まで戦ってきた選手のローキックよりも全然軽かったので、これはいけるなと一瞬思ったんですよね。そしてすごく正面立ちで、本来はどちらかわからないんですけども、若干右足が出ているサウスポースタイルを取っていたので、右ストレート当たるなと思って機会を伺ってたんですね。そして今思えばもっと丁寧にやればよかったのになと思うんですけども、結構大胆に飛び込んで右ストレートを打ちに行っちゃったんですよ。そしたらそこに高木健太選手の右フックのカウンターが振られてきて、思いっきり正面からもらってしまって KO 負けになってしまいました。なので高木健太選手のパンチの印象も実はあまりありません。申し訳ございません。ただあの右フックの打ち方はまさに総合格闘家っていう形の、相手が近づいてきたところをサウスポーの右フックを打って、当たればダウンを取ったりダメージを与えられるし、ガードされたり避けられたりしたらそのまま前に出て組みついていくという動きだったと思います。もう随分前の試合なのでちょっとうっすらした記憶になってしまってるんですけども、大体こんな印象だった気がします。はい、今回は以上になります。この動画面白かったなと思ってくださいましたら、チャンネル登録やグッドボタンの方よろしくお願いいたします。今後も選手の分析や試合の解説、格闘技のテクニックに関することなどできる限りお答えしていきたいと思いますので、私に聞いてみたいなということがございましたら、 YouTube はもちろん Twitter、Facebook、Instagram の DM までメッセージの方をよろしくお願いいたします。皆様のメッセージが励みになります。皆様のメッセージで動画が完成しております。本当にありがとうございます。
では次回の動画も楽しみにしていてください。鈴木悟でした。